れ様です。今回の Google マップポツンと一人旅なんですけども、岡山県笠岡市笠岡駅前中央町のベニスというね飲食店ちょっと紹介させてください。実は閉業されました。で、閉業する前に私ねちょっとお邪魔して Google マップの方にコメントとあと写真の方を掲載させてもらったんですね。ご覧のように結構いい感じのねお食事どころベニス、なんか佇まいじゃないですかこれ。ディスプレイも凝ってるというか、なんか昭和っぽい旅館のねなんか店頭みたいなイメージだと思うんですけども、写真を見るとほらこれとんかつ定食かなと思うんですけどもね、まあありふれたといえばありふれたなんですよ。で、価格も高くもなく安くもなく割と値頃というところでメニュー揃ってますね。はい、これがカウンターのあたりですね。まあレジと言っていいのかどうか、まあカウンターです。ここにおかみさんが立ってるみたいな、そんな感じですね。これが店舗の外観です。1階にベニスという飲食店があって、2階3階はちょっと分かりませんけども、もしかしたら座敷とか宴会場なのかもしれないですね。そこまでちょっと私利用してなかったんでね。はい、正面から見るとこんな感じですね。なんか結構私はいい感じだと思ったんですけどもね。これがエビフライ定食かな。で、煮物が品よくこうやって添えられてます。これはまあカレーですよね。とんかつカレーかなんかだと思います。で、お作りもスズキかな、これはお作り定食かなんかでしょうね。で、おすましがあったり、こうやって煮物というかね、佃煮があったりとか。これがだからエビフライ定食のエビフライです。4尾並べられていて、こうパカッと開いてあるわけですよね。昆布締めもなかなか味がありますね。確かに私が行った時、結構いい年齢の女性が2人でお店を切り盛りされていたのかなと思います。写真が2023年の1月ですから、まあこれから数ヶ月越して閉めたのかなと思います。私の感覚では2024年の夏に閉めたんじゃないかなと思うんですけどもね。ディスプレイも純和式みたいな感じで、まるで旅館の朝食を食べに来たみたいな、そんな雰囲気もするわけなんですよ。はい、これが牛ステーキロースですかね。で、これは定食で、なんか幕の内みたいになってます。店の中ですけども、有名人が来てサインを置いてくださってるのかな。結構飾り物も味がありますよね。はい、焼き鳥も出てまいります。再び店頭に入りますけども、これ私が撮った写真ですね。もうね、店頭から食欲をそそるわけですよ。茶そばがあったり、ご飯に天ぷら、ね、メニュー一覧ということですけども、もうお店に伺うことはできませんね。お店なくなっちゃいましたんでね。で、この辺りが福市マップってありますけども、本庁支店、ちょっとこれは意味がちょっと分かりませんけども、近くの写真を撮りました。中央町だと思うんですけどもね。炊き込みご飯、なかなか和食って感じでしょ。いいでしょ、4度なんて入ってないと思いますよ。ビールも冷えて美味しそうね。はい、住所がこのようになってます。あ、中央町ですね、やっぱりね。ベニス、はい、崩落ね、いいですね。もう長年経営されていたんでしょうね。すごい味わいがあるというか、おそらく昭和、平成、令和と3世代を貫いてされていたのかなと思います。あの笠岡駅前の飲食店って本当に貴重なんですよ。で、それぞれに味わい深いですしね。穴子、宴会も法事もやってますよっていうことで、まあ、冠婚葬祭、いろんな場面でこちらの方を使われた方がいるんじゃないかなと。非常に地域に愛されたお店だったんじゃないかなと思います。この度閉店されまして、もう今ねこの建物に行ってもベニスというこう居抜きでもう跡形もないスケルトンになってるんですよ。もう何にもありません、残念ながらね。はい、これが最後の1枚というか Google のストリートビューですね。はい、もうここがもぬけの殻になって空っぽです。
こののれんすらありません。ただこの看板がうっすらと残ってるかなってところですね。はい、今回は岡山県笠岡市笠岡駅前中央町のベニスというところを紹介させていただきました。大変お世話になりました。ベニスさん、地域のためにありがとうございました。